夏の壁面を朝顔のカーテンで飾りましょう。超簡単な折り方で朝顔をたくさん作っておきます。葉っぱもたくさん作っておきましょう。つるは髪をくるくると回しながら切ります。つるをクレヨンで描くときはいりません。用意ができたら貼り付ける画用紙を用意します。ちょうど幅10センチくらいの色画用紙がたくさん余っていたので、それを使いました。四つ切り画用紙から作るときは幅10センチくらいに切ってください。画用紙を使いたい長さに貼り合わせます。これは160センチぐらいです。この上にツルを貼っていきます。左右にジグザグとなるように貼ります。ツルはクレヨンで描いても構いません。画面の右手が上です。つるができたら葉っぱを貼っていきます。下の方に大きめの葉っぱ、上の方に小さめの葉っぱを貼ります。画用紙から少しはみ出すように貼りましょう。葉っぱの次は全体のバランスを見ながら花を置いていきます。花の色は同系色にするとまとまり感が出ます。位置が決まったら糊付けします。空いているところに葉っぱを付け足して貼りましょう。これをたくさん作ります。細長い画用紙を壁に吊るすように貼っておき、そこにつるや葉っぱ、花を貼っていってもいいです。たくさん作って朝顔のカーテンにしましょう。画用紙の代わりにつるに見立てた幅1センチくらいに切った緑色の画用紙に貼るとこんな感じになります。普通の色紙ですが、窓に飾ると折り目が透けて見えます。笹飾りに使っても綺麗です。画用紙の長さを変えたり、貼る時の幅を変えたり、飾る場所に合わせていろいろな工夫ができます。みんなでたくさん作って、暑い夏を涼しげな朝顔のカーテンに囲まれながら乗り切りましょう。